ファイレイ君、はいはいはい、マジで、うん、いいよ、はい、マジで、どう、流霊は決まってるじゃないですか。ケンティとリュートでリューティーにしましょう。おお、それは意外といいかも。あ、リューティーいいじゃん。でもケン、レモンティーみたいな。本名がケンティ、ヨネオケントじゃないですか。あ、そうじゃん。確かに、チーしか入ってない、ね、俺しかいなくなるよ。そうか、確かに。俺の紅茶みたいになってる。リューティーとか言いそうだもん。リューティー。逆に俺、リューティーっていうあだ名みたいになっちゃう。目が大きい紅茶でございます。ケン、リュウケン。龍拳、龍拳、龍拳、いやあれだな、龍拳、龍の拳、龍拳、龍拳、龍と今日校長、いや今日不調だわ、なんか今日さ決まんねえな、大西が帰ってきましたよ、で、ケントと龍と何になったんですか、拳龍じゃへんだよ、勝つな、すみません、拳龍って、これロッキーやん、拳龍。さっきまで龍拳になった。龍拳と拳龍だったら拳龍だね。拳龍って。そう、そうか。龍拳。龍拳ってあんまりかっこいい。拳龍。必殺技みたいな。龍拳。龍拳。じゃあ俺ら作のさ、拳と龍との必殺技。おお、龍拳。黙れ黙れ。できそうだよね。やろうやろう。黙れ黙れ。どっちが先？どっちが先？ケントとリュウト？いきます。ケントとリュウト、え、必殺技龍拳。これでかいね。よっしゃー、決まりました。決まりましたね。今いいね、今の。あ、うまそう。どれどれ、ちょっと551ガチうまいっすね。関西いたら自分で買わないっすよ。たこ焼きうまっ。死ぬほどうまい。食レポ。あ、これ一切食レポしてねえが、うまいです。え、ゲンティ食レポうまいんやろ。いただきます。絶対うまいぞ、こいつ食レポ。うん。おいしい。なんかこのタコのコリコリ感っていうか、わかります？わかります。わかりますね。このタコのコリコリ感と、この上のなんていうんですか？このなんていうんですか？この生地？生地みたいなやつが最高に美味しいです。いただきます。肌ごとになっちゃう。いただきます。あ、緊張。めっちゃ緊張する。この後食レポしたら、もう完璧に食レポした。いや、俺も2回目やりたい。この冷めっちゃっても美味しいのが本当にすごいと思います。ケンティが言ってた通りさ、タコがちょっと大きめだから食感がちゃんとしてるし、上に乗ってるマヨネーズとかソースがちょっとだけ時間が置かれたから生地と馴染んで、すごい柔らかい食感になって最高です。昨日のお好み焼きは超美味しかったです。やっぱ焼きたてだからねっていうのもあるけど、特にあれでしたね、モダン焼きが最高に美味しかったです。目の前で作ってくれたりするのが楽しいので、そんなの。そう、そんなかったです。超美味しかった。びっくりするぐらい美味しかった。店員さんが目の前で焼いてくれるからさ。そう。出来たては。そんなじゃない、そんな目じゃない。そんな目じゃないよ。ね。ちょっと俺食べていい？そんな目じゃない。俺ちょっとガチで食べたいんだけど、はい、パートしてくれ。俺食レポしたら全世界びっくりする。うますぎて。を期待する。多分うまいんだろうな。よし、いただきます。どうですか、お味は。どうですか。あんすね。うまいで、なにこれ。食べ物じゃないさ、美味しすぎて。どういうこと。飲み物。たこ焼きは飲み物。あ、そうね。これ飲み物っす。シュルって。うん、マジ、今噛んでるんですけど。いや、でもね、わかる。噛まなくていけます、これ。噛んでるんだけど、噛まなくていけます。これ本当に、飲もうと思ったら飲めます。そんぐらい美味しいっす。もう、まずトゥルントゥルンいく。うますぎて。あ、それはすごいわかる。多分止まんない系のたこ焼き。たこでも食べれるね。ガチで止まんない。じゃあ、たこ焼き。
ただきます。マジでうまいっすこれ。あのですね、ここたこ焼きの上にかかってるマヨネーズが、マヨネーズかな、マヨネーズが本当にソースとベストマッチしてる。食感とあとソースのマヨネーズと、マヨネーズとソースの絡み合いぐらいの抜群にいいコンビをしてます。マジで、あの例えばケンティとパスタみたいな、おそんな感じのいいコンビをしてます。なるほど。ケンティとパスタみたいないいコンビ。イエーイ。あ？このマヨネーズとソースの組み合わせは、これ最高。このコンビは俺と翼くんぐらい。相性がいい、相性がいい、めちゃくちゃ相性悪いやん。なんでよ。ちゃんといいように言ってあげた。うん、そうそう。あのですね、まあ大阪事務所、大阪なんで、大阪、大阪なんで、あの関西区域なんでいっぱい食べたことあるんですけど、まあ出せないたこ焼き、めっちゃ美味しいです。あの中がとろーりして、タコがもうタコの弾力がとても良くて相性バッチリ。そこにソースとマヨネーズの味が足して足しても最高の一品です。最高の一品な、まあ、こっちは一品スクレポの練習。そうそう、将来いるよスクレポ。やっとく、ジン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 ダスイッチ行こう。ジンジンやっとく、だってエビアンファイルなの。スクレポからスクレポ、食レポみんなの言葉からコツコツと、はい、食レポに変えてくる。うん、じゃあいただきます。うん、うん、すいません放送事故ね。どう、このタコの海鮮の旨味とこのもちもちの弾力とソースのこの濃厚さが、濃厚さとマヨネーズがマッチしてめっちゃ美味しいです。え、あのさ、ちなみに誰が一番うまかったの。はい、え、真面目に言うとみんな来てんの。